舞鶴公園平和台陸上競技場平和台陸上競技場は福岡県福岡市中央区の舞鶴公園にある陸上競技場、休技場としても使用される。施設は福岡市が所有し公益財団法人福岡市緑の町づくり協会が指定管理者として運営管理を行っている。なお、福岡市の条例に基づく名称は 舞鶴公園陸上競技場である。1948年に開催された第3回国民体育大会の会場として舞鶴公園の敷地内に平和大総合運動場が設けられた。陸上競技場はそのメイン会場として陸上競技と開会式、閉会式を開いた。その後、 1990年に開設された東平尾公園博多の森陸上競技場ができるまでの間、福岡県の主力陸上競技スタジアムとして使用されてきた。現在も福岡国際マラソンのスタートゴール、地点として使用されるほか、地域大会クラスの陸上競技、サッカー、ラグビーの大会に使用されている。また、福岡ブルックスが1995年の JFL 公式戦3試合で使用した。これは、ホームスタジアムとなる東平尾公園博多の森球儀場が7月竣工であり、開幕に間に合わなかったための処置であった。2021年5月11日に、福岡県内で予定されていた2020年、東京オリンピック聖火リレーでは、福岡市のセレブレーション会場となっていたが、福岡県が、 翌12日からの緊急事態宣言の発令地域に追加されることが決定したことで、無観客での点火セレモニーの開催に変更された。なお、走行を予定していたランナーは任意での参加となった。ありがとうございます。